今回は掛け九段が面白い布石を打ってたので、その後を解説していきたいと思います。黒番が掛け九段で白番がチェジョン九段ですね。黒初手辺に打ちましたね。もうついに時代が追いついたというか、僕も初手変に打つ布石を研究しているんですけど、掛け九段も初手編に打ちましたね。この。 外手辺に打ってはですね、結構奇抜な手に見えるんですけど、まあ、研究してみるとそんなに悪い手でもないんですよね。でこれに対してチェジョン九段も辺に打ちましたね。もうお互い工夫しているところですね。これ全くもうねこの2手目の時点でもう全く見たことのな見たことのない不跡になりましたね。 で3手目からお互い普通に打ちまして、まあ、結局こういう布石になったんですけどここまで見ると普通の布石にね結局戻りましたね。なので初手変・編定奇抜な手に見えるんですけど意外とね普通の布石になりやすいんですね。でかかっていきました。まあ、この手は定石ですね。 で、これ切っていくのがいい手ですね。これ外から当てると。ま隅の白地がとても大きいんですね。で、黒が開く時にこれ2間までしか開けないので、この開きがね。狭いんですね。非常に狭くて黒の効率が悪いので、これは？圧倒的に白がいいですね。これ、圧倒的に黒が外悪いです。なのでまこれ切る一手なんですね。 は切る一手です。で、押して戦いですね。で、こちらにつけていきましたね。この手も面白い手でしたね。まあ、この。つけていった意味は、この下辺の白がね、もう硬いので。もうどんどん固めてしまおうっていう手ですね。 でここで開きました、ねまあ、これもう下辺の白硬いとこなので今ポイントとしては状況としてはちょっと右下の黒が弱いんですね。で右下の黒が弱くて今下辺の白は固めてもいいんですねもう強いので。なので押していく手もあったかなと思いますね。まあ、これ例えば白がこういうふうに受けてくれたら、まあ、どんどん伸びて。 自然とね左辺が大きくまとまってくるんですねでこれでまだここのキリンの断点もありますしまあここの後ろじゃもう下辺はどんどん固めちゃっていいんですねで押していくことによってこの右下のね黒に対しての弱い石に対しての援軍にもなってるんですねなのでまあこの手に対してまあ白が手を抜いて左辺とか 何か割打ちとか打ってきても。まあ一回こちらに詰めまして。まあいっぱいまで詰めまして、まあ桂馬とかですかね。まあ桂馬とか打って。でここで単にこれ桂馬する手がいい手なんですね。単に桂馬がいい手なんですね。この場合は。これ次に跳ねる手を見てるんですね。つまりどういうことかというと。真っ白が何か。 この桂馬はですねあの次に跳ねる手を見てるのとこの右下の黒弱いのでその石に対しての援軍を送ってるんですね。だから白がこういうふうに連絡,連絡をさせないぞと分断してきたら跳ねが相当きついんですね。跳ねてきても2段に跳ねる手がありまして、まあ、これ白はカけ継ぎぐらいですからこれ相当効くんですね当ても先手で効きますから。まあ、手ここで 手厚く守っていても黒いい形ですし先にこれ先制攻撃しちゃう手もありますね左辺のこの白石も弱いので先に攻める手もありますねもう切ってきたら後から切ってきたらですねもうこの黒石っていうのは利かした石なので外から当てて捨てちゃっていいんですねこれは黒がまたここの白に対して 連打できまますすすののででででこれ黒がが打てねねなな単にゲーマーがいい手なんですねでもう一つ解説するとこれカけ継ぎぐらいなんですけどこの手が怖いんですけどこの手さえ成立し,してなければこの二段場で厳しいんですよね。一番怖いのは元から先に切ってきてこういうふうに逃げてくる手なんですけど。 まあこれ一回ねこっちに跳ねまして、まあ、逃げますよね。でまあこれぐらい決めてからここに切る手があるんですね。ここに切って下がってこれ試し取ることができるんですね。なので試し取れますのでこれ元から切ってくる手は白無理なんですね。この手は成立してないんですね。なので、まあ、この。 非常に有力でいい手かなと思いますね。なのでこの桂馬が非常にいい手で次に黒から跳ねる手が非常に厳しいので白も受けるぐらいなんですねこここがお互いの傾なんですねでまあこれであれば黒も先に帽子とかで左辺の白に対して先制攻撃できるのでこれは黒が十分戦える戦いかなと思います。 まあ、つまり結論を言いますとここに割り打たれても黒戦えますのでここに押していく手は非常に、まあ、ここに打つ手もあったかなと思います。で実戦は先に開きました。まあ、この開いた進行ですね実戦は。で白を押してきてこれ切っていきましたね。白は こここちらから戦いを起こしてきました。これ厳しいですね。で、こういう形になって。後から黒を押したんですね。やはりここがお互いの切れそうなんですね。で、こうなってみるとわかると思うんですけど、この黒の最初に開いた手がちょっと握手になってるんですよね。どうして握手か？というとこの押した時に。わかると思うんですけど。 開きの位置が非常に狭いんですね狭い場所に開いているのでだからここの位置がちょっと効率が悪いというか効率が悪いというかまあ働,い働きに乏しい手になってるんですね。なので結局この押しが大急所になってますのでだからこの開きを打つ前に先に押すという手もあったのかなと思います。非常に難しいところですね。 こここら辺の考え方で白こっちに跳ねねましたねこれ厳しい手でこのこの右下の黒弱いのでこの何としても分断しちゃおうという手なんですけどこ,れここに切る手が厳しいんですねだ切りが厳しいのでここではじっと伸びてる手もあったかなと思いますね。これだと黒も押しになるのでしっかりとこの下辺の白を連絡して。 確定時にしておくとといいう打ち方もあったかなと思いますでこれ伸びればねツがってる形でこれ黒が何か無理やりこれ分断していこうっていうのはちょっとこれ無理なんですね。割り込む手がありましてこちらに。割り込む手があるのでまあこれ次に切る手がありますから次ますけどこっちに出る手があってこれは黒明らかに無理ですよね出られてしまうので。で実戦は跳ねたんですけど切りが厳しかったですね。 こっちに覗いた手がこれがですね、チェジョン九段が打った鬼手でしたね。これめちゃめちゃ厳しかったですね。厳しいんですけど、字を損する可能性のある手ですね。非常に難しい手ですね。で今状況としてはこれ黒がここの黒石って弱い石なんですけど、白もこれ分断されてるので。 いろ,んな石いろんな石が白も分断されてるので結構白も弱いので意外とこれ黒そんなに弱くないんですよね。でこの切ったんですけど切るとですねあ白が跳ねて切ったんですけどこういう展開になるとよく見るとですね先に最初に黒が打ったこの開きがめちゃめちゃ働いてるんですよね。こういう戦いの碁形になってくると黒の石が。 すごい働い働てきましたのでなのでちょっとこの白の羽が結論から言うとちょっと無理だったのではないのかなと思いますね。これであればこの形であればこの最初に開いた石っていうのは非常に効率の悪い場所にあるのでこれであれば白はそんなに不満はなかったのかなと思いますね。これはあの黒厚いんですけど効率悪いんですね。 非常に伸びといてねまたここに出る手もありますからね。なのでここ黒石がたくさんある場所なので無理に戦いを起こす必要もなかったのかなと思います。で実戦の進行はこれ全ての黒石が働いてきてますのでこれ黒がやれる戦いかなと思いますね。この覗きがすごい手で どうしてこれ地を損する可能性があるかというとこれ白はですね部分的には割り込む手があるんですねこちらに割り込む手がありましてでこれ割り込んだらですねまカけ継ぎぐらいなんですねこれ切りが2つあるのでこっち繋ぐのはこっち切られちゃいますからねこっち切るでありますから切りが2つあるのでまあこれカけ継ぎぐらいなんですね。なので白としてはこっちに割り込めばここの黒石は全部取れるんですね。 基本的にはなので割り込む手を自らこれ消してる手なので字を損する可能性があるというのはそういう理由なんですね。なんですがチェ・ジョン九段はこの多少のね字の損得よりもめちゃめちゃ厳しい考え方をしてましてまあこれ黒継ぎますけどもう上からこういうふうに封じ込めてしまってこの黒石全体をですね 攻めにいってるんですね。まあ実践はこちらに打ちまして。濃墨つけた手がいい手でしたね。で、白こちらにあてを決めました。これ、実はこれね。白も結構弱いんですよね。で下がって押さえて。で、白実践手を抜いたんで、まあここでヒット段落になったんですけど、これがですね。もう抑えで黒簡単にこれで。 無条件で黒を簡単に生きちゃったんですねなのであのすごい黒がい弱い石に見えたんですけど駆けつく弾の鮮やかなしのぎでしたねこれなんで簡単にしのいでるかっていうと目を取りに行くならまあ、こういうここがお互いの急所なんですけどここが効いてるんですよねまあ、白は継ぎますよねで繋いだ時にこちらに凹む手がありまして これで簡簡単単にに無条件でで生生ききててますねすすねねごい簡単に生きてるんですよねだから白がこっちに何か打ってきてもまこれここに先にこれお互いの切り差なんですねここに先に打つ手がありますねこれ次に切る手があるのでこれ効いてるんですねここに黒から当て込む手がで羽も効いてますよねでこれでまあこっちにぶつかれば生きてますね ま結局なんか下がったりしてもまあこっちにここにねグズむ手が効いてるんですよねグズみとか割り込みが効いてるのでここの目がねあの黒からこれ先手一眼できる場所なのでまあだから例えば単にここに打ってても白結局目を取りに行くならこういうところを打たないと。 取りに行けないんですけど結局これはここのあたりが効いてここでまあ、ここだけで部分的に生きれる形ですからもっとわかりやすく説明すると先に黒がこっち打ってもいいわけですからね、まあ、こういう打ったり割り込みとか黒から先に決めればここ先手で一眼できる場所ですからなのでこれはですね 白ががこここここにににに先打っってもち黒から目を作る手がある手あんですねだからチェ・ジョン九段って攻めがめちゃめちゃねうまいんですけどだからカケツ九段がそれ以上にしのぎがねうますぎるんですね。打ち込んでいったんですけどこの戦いは周り黒石たくさんあるので黒の方が有利な戦いかなと思いますね。でこの付け腰がこれ決め手になりましたね。 これ当てはもうこれ種石ではないので後から打っても効かないんですね。こっちに打って、まあ、ここでも加けつく段が1本取ったかなと思いますね。加けつく段実はこの付け腰を打つ前に小技を打ってましてこの置きがですね小技なんですね。どうしてこれが小技かというと先ほど解説した通りですね白からこちらに先にグズむ手は権利なんですね白の。でここううう打つとこういう これを利かしてここうういう形になるんですねだこれは白から約束されてる場所なんですけどこの手はコ材とかで打ちたい手なので白としてはすぐに決めたくない場所なんですね。だから取っときたい場所なんですね保留しときたい場所で。なんですけど黒から先にこれ決めたんですね。これが決まると 意味わかると思うんですけどでここに打ちましてこうなった時にこの黒の置きと白の次がすごい効いてるんですねで。でまずこうなった時にわかると思うんですけど白からもうここに打つ手が決まらなくなってるんですね。これもう先手ではない場所なんですねもうこ。これ黒が頭出して強い石ですからこれ全然決まらないので。 なのでこの白からの権利が決まらなくなっただけでも黒は字で得してるんですねでこの置きと次の交換が先に打ったことによってま黒からここの羽根継ぎとかが先手になってくるまあ寄せの段階でなってくるところなのでここの置き一発も寄せで字で得してるんですねこれ白がこの 実践はタネ石を取ったんですけどこのタネ石を取った形になってからオキを打ってもここのタネ石取れてるわけですから白絶対継がない場所ですからねこういう細かいところも非常に神経を使ってるんですね。これけ筧九段のね小技がね非常に勉強になるところですね。 で、まあ実践ね。あのこれも駆けつくのは非常に緩まないですね。厳しい打ち回しでした。で、白はもう勝負手で。上辺の黒をもう攻めに行ってるんですけど、これ白の方が弱いので。白もいろいろ弱いのでこれコスミとか素朴な手で。もう黒が咎めてるんですね。 割り込みもしっかり打ってこれ逆に白の方が弱いんですねこれ黒が白が黒石攻めに行ったんですけど完全にこの駆けつく弾の反撃が決まりましたねこれ切る手がないんですね切ると切られて逆に白の種子がこの3子が取られちゃいますから切る手が成立してないんですねなので白こっちに出るしかなくて もうここれれが勝ちまししたですねこれ厳くくいくなら抑え込みが厳しいんですね抑え込むことによって右上の白が相当弱いですし実はこの真ん中の白も弱いんですね。でこれでオ込んだらえっとまあ白をこちらにつなぐぐらいなんですね。次に黒に出る手が厳しいのでつなぐぐらいなのでこのこっちにも行けまして抑えたら下がって白の目を。 奪ってこの真ん中の白が非常に危険な状態なんですね、まあ、死ぬことはないと思うんですけど、まあ、黒が攻めながら左上の字とかを増やして、まあ、非常に得できるんですね。で白がですねなんかこっち先にこっちの石を守っても、まあ、下がりとかまあオえ込み、まあ、こっちの白石先に守ってもここがめちゃめちちゃゃ厳しいんですねここがめちゃめちゃ厳しくて。 ま白こっちに切って爆弾を仕掛けるっていう手があるんですけどここのホり込みの爆弾を仕掛けるっていう取られてしまってこれもう天下なのでコ材どこも効かないんですよね羽とか打ってもあの解消されてここめちゃめちゃ味がよくておっきいですからこういう手じゃ全然きあの効かないんですね。 でここの黒も結構まだ完全に死にきってるわけではなくて例えばこういうふうに打ってまあオサであれば、まあ手がきいて、まあ、コスミぐらい打っとけばこの黒って簡単に生きてるんですよね押さえて。まあこれは凹みぐらい打てば簡単に生きてますね。まあなんかここ切り取っても。 こっちに目作ってこれスペース2つあるのでこれ2眼で生きてますよね生きてますしこっちの目を潰されてもまあこれはなんかここにへこみとかねまあコスミとか打っとけばこれも簡単に生きてるっていうのがわかるかなと思いますねここのスペースとスペース2つあるので目が2つあるので生きてますねこのコスミがいい手で これ切る手がないんですよね切っても下がってこの黒石取ること白はできませんので黒は生きてるんですね。なのでコウ材がないんですね。なので抑えても厳しいんですけどもうしっかりもうお腹いっぱいなので一番味のいい手を打ってまあこの時点で圧倒的に黒が大差なので。 賭けつく弾の優勢まあ、ここは賭けつく弾が優勢を確信した局面ですねで、このがもうちょっとだけ打たれるんですけど141点まで打ったところで白が投了して黒の強し勝ちとなりましたというわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思いますよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました